始まりました。うなぎの夜食事情のひまわりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、何をするのかというと、いなり丸が本当に食い地がえげつないんですよ。えげつない食い地を見てもらおうと思って今日この動画にしたんですけども、もうなんかね、ご飯とかも食べてる時にちょっとでも手を出すとめっちゃ怒るんですよ。と怒るんで、それがめっちゃ可愛かったので今日は動画に出そうと思って動画にしてみました。稲荷が大好きなのが、お芋なんですけど、お芋のおやつがあって、それはいつもこうやってカットしてあげてるんですけど、一本丸々あげると食べれないので、切ってあげようと思ったらめっちゃ怒られたりとかなので、今日はフェネックの食い地を見てもらおうと思います。それではどうぞ。ポン、いなりくんの大好きなこのお芋ね、いつもはすごい短く切ってあげてるんですけど、これ結構食べにくいみたいでめっちゃ怒るんですよ、近くにいるだけで。いな、うん、いな、誰も取らないよ。あめっちゃ怒った。取らないよ、いなり。一人で食べな。うん。いな。取らないよ、誰も。あなたのお芋だよ。食べれる、いないですね。食べないよ。ごめんね、いなり。おいち？おいち？おいちいね。うん。よかったね、いなり。というわけで本日の動画は以上となります、少しでもいいなと思ってもらえたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてフェネックとか、うちに猫さん4匹いるんですけどとかで、こんなことやってみてほしいなとか、あまり危険を及ばない範囲でこんなことやってほしいなとか、こんなこと教えてほしいみたいなことがあったら、ぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。